はい、こんにちは、岩根です。今からお見せするのは発信岩猫ロボのモデリングに関してのメイキングとなります。これ実は今普通に使われているブレンダーの一つ前のバージョンなんですけども、なかなか使いやすいっていうことで未だにこれを使っておりますんで、新しいブレンダーを使ってる方の参考にはならないのかもしれないんですけども、一応旧式であるということをお断りしておきます。まあどんどん顔を作っていってるとこなんですけども、デフォルトであるキューブを左右ミラーした状態で細分割局面をかけて形を整えていってます。細分割局面を使うと比較的少ないコントロールポイントで形を作っていけるっていうところが、まあまあ気に入ってるところです。で、まあ、これが大体できたところですね。頭のアウトラインっていうか。これ何をしてるかっていうと、サングラスですね。目のところ今回は一応そのゴーグルみたいな、サングラスみたいな表現にしてますんで、それを今作ろうとしてるところです。イメージは何でしょう、ターミネーターとかそこら辺かもしれないですけども、頭の内側に入ってるいらないポリゴンを削除してるところですね。別にあっても困るようなもんではないんですが、まあないに越したことはないので、でちょっと間が空いてしまったところをつないでいって、左右ねつないでいってる感じです。これは今口を作ってるところですね。実はこの時点では最終的に口からドラ液を飛ばすっていうことを考えてなかったんで、あんまりこう動かすっていう風には作ってないです。見た目なんとなくロボットっぽく穴が開いてればいいかなっていう印象で作ってます。ここら辺も本当は開くようにするんであれば、最初からそういうギミックを仕込んでおけばよかったなって後になっては思ったんですけども、意外とこの溝を作ったりするっていうところに苦戦してる感じですね。ロボットっぽい感じで。まあこれでほぼ頭ができた感じでしょうか。まだ微調整してますね。で、円柱をこれは上下左右にミラーしてヒゲを作ってますね。こういう一つ作ってそれをコピーす
するような形で増やせるっていうのがデジタルのいいところで、絵だったらどうしてもその数だけ描かないとねいけないんで。でこちらはこれ体を作っていってるところです。まあもともとこの猫っていうのが僕が昔飼ってた猫がモデルになってるんですけども、まあその猫も上から見るとね、あのボーリングのピンみたいな形してたんで、割とそれをイメージして下ぶくれで体を作っていってます。でこれはその一部だけ引っ張る感じにしてベルトの表現ですね。まあこれもメカの記号っていうかメカっぽく見せるっていう以外にあまり意味はないです。で新しく球体を半分にして、これはベルトの周りに球体をつけていくっていうことで、まあこれも古いロボット表現、鉄人28号とかそこら辺のイメージです。これもさほど意味はないです。単にメカっぽく見えるかなっていうだけで、手で一個一個貼り付けていってるんですけども、これももしかしたらもっとスマートなやり方があったかもしれないですね。まあただこれぐらいだったら手で貼っていってもあんまり、まあ正確さにこだわらないんであれば構わないかなって思っています。でこの球体は首の鈴ですね。本当は首輪があるんですけども、まあそこまで表現することはないかなって、ちょっと首周りが苦しくなりそうだったんで、なんとなくその玉だけつけました。でいよいよ腕に入っていきます。腕もほぼ棒ですから簡単ですね。で先っぽはちょっと尖る感じになってます。でこれはおそらく関節にしますね。肩関節と肘の関節、まあこれも昔ながらのロボット表現ですね。最近のロボットだとあまりこういう表現はないかもしれないんですが、まあなんとなくロボットっぽく見えればいいかなっていうぐらいの感じで。でこちらは股関節を先に作ってますね。そして足、もともと僕が描いてるイワネコだとどっちかっていうと太ももが太くて足首っていうか足の先にかけて細くなっていくんですけども、やっぱりこれちょっとロボットっぽくするっていうことで下の方を太くしてあります。太ももは細くで膝から下を太くで、まあこれはここを最終的に変形する時のジェット噴射のところにしようっていうのもあったんで太くしております。まあ、あとはここら辺の長さとかはその現物合わせっていうか見た感じで自分がまあこんなもんかなっていう風になるように調整してます。基本その設計図とかがないんでその時々の雰囲気で形を整えてます。まあ本当は設計図書いて下絵を表示してやった方がいいのかもしれないんですけども、まあこれぐらいだったら問題ないかなって。で足先のところも、リベット表現やってますね。でノズルの中は基本見えないんで、
そのまんまになってます。で2つ踏み増やして左右の足にセットと。これは尻尾を取り付けるための穴を作ってますね今。尻尾も一応動くようにする予定だったんで、本当は関節ごとに別オブジェクトにした方がよりいいとは思うんですけども、まあそんなに目立つところでもないんで、一つの円柱を使って作ってますね。なんでこのくびれてるところに関節を仕込むっていうことになるんで、厳密に言えば尻尾が曲がってるっていう言い方できるのかもしれないんですけども、パーツに分かれてないんで、でもまあ主役じゃないからそこら辺はなるべく簡単にやろうとしてます。これで基本ほぼ出来上がりかな。本当にあとは微調整っていう感じですね。これは目を作ろうとしてます。サングラス、バイザーの奥で目がキラッと光るっていう演出を最初から想定してたんで、見えないとはいえバイザーの下に目をセットしてます。あ、これは型ですね、型パーツ。最終的にはこれは飛行機の機首の部分になります。で最終的な質感付けはサブスタンスペインターで行うんですけども、この時点でマテリアルを分けて設定してます。でここでは何色でもいいわけなんですけど、まあ気分的に後々適用するマテリアルの印象で、今赤とか黒とか白にしてます。リベットなんかも本当は一番最初にマテリアルを設定してから複製すればこんなに後々苦労することはなかったんですよね。最初にやっておけばよかったっていうことで。でこれはボーンを入れてるところですね。ボーンっていうのは 3DCG のモデルを動かす時の、まあ、人間でいうとこの骨ですね。これが複雑なモデルになればなるほど数が増えるんですけども、今回の場合はそんなに複雑な動きをしないんでそんなに多くないです。本当に最低限で、尻尾はその関節のところ、骨のつなぎ目が来るように
調整してます。左側の骨をボーンを選択して、まずはこのオートネーム左右っていうやつで L っていう字が追加されたのが分かると思います。これ左側ですよっていうことですね。まだ右に骨はないです。で、今度はこの対象化っていうのを押すと無事に右側にもコピーされます。で、これで全てに骨が入ったっていう感じです。これはバラバラになっている骨をまとめて動かせるようにしたところですね。これで今骨が一体化したっていう感じです。これ僕が旧バージョンを使い続けている理由の一つに、この関連付けっていうかボーンと動くところを指定していくっていう、このウェイトペイントっていう作業があるんですけども、それが旧バージョンの方が僕はなんかやりやすいんですよね。で、新バージョンのやり方が間違ってる可能性もなくはないんですけども、旧バージョンの方がなんとなく、まあ自分が覚えてるからっていうのもあるんでしょうけど、問題なくやれてしまいます。これで今ボーンと側っていうか外側の関連付けが終わって、今から個別のウェイトを塗っていきます。これ青っていうのは動かしても動かないところ、赤っていうのはそのボーンを動かすと動くところっていう、おおむねそういう意味です。なんで動くべきところを真っ赤に塗る、動かないところは青く塗るって、青く塗るっていうか、まあほっといたら青なんですけども、あのデフォルトがね。これが人間とかそういうロボットじゃないものだと、赤と青の間に緑っていう半分ぐらい動くところっていうのを入れた方がよりスムーズに動くんですけども、まあこういうメカものの場合はもうパーツごとに動くか動かないか100か0かっていうやり方で問題ないと思います。これは IK っていうボーンの設定をしてます。まあ尻尾を動かすときに一つ一つのボーンを動かすんじゃなくって、一番先端のやつだけ動かしたら全体がいい具合にこうしなるっていう、これがあると尻尾とかを動かすのがちょっと楽になります。展開できるようにしてます。いわゆる UV 展開っていうやつです。で、 UV 展開っていうのは結局こういう立体物を最終的にマテリアルを振り分けるときに平面にするわけなんですけども、こう切り開くための切れ目を指定してます。まあ、あの地図でいうところのメルカトル図法とかそういう感じのイメージで、立体である地球を平面に移すときどうするかっていう、その切れ目を入れてるところです。で、これを入れないと後々作業ができないんです。できないんですけど結構面倒な作業です。
まあ、今回はうまくいってるように実はこの動画編集してるんですけど、結構開き損ねが何度かあって、そのたんびにあ、どこが開けてないっつってまた元に戻って開いたりっていうことを繰り返してます。だからこんな単純なモデルでも結構面倒なんで、本当に、それこそテレビアニメで使うようなメカものだと大変な作業だと思います。で、切れ目のとこでどうしても目立ってしまうんですよね、継ぎ目が。なんでなるべく目立たないところ、モデルでいうところの顔の真ん中とかそういうところには持っていかなくて、あまりカメラで気にならないような後ろとか横とか何か物で隠れるところとかにこの切れ目を設定することが多いです。で、 UV 展開したやつを FBX っていう形式で保存します。で、これはサブスタンスの画面ですね。ここからマテリアルを設定していくんですけど、本当はもうかなり高度なことができるんです、このサブスタンスペインターっていうのは。でも僕どうしても面倒なんで、もうあんまり詳しいことはせずに、とりあえず金属っぽくなればいいやっつってやってるんで、まあもしかしたらもったいない使い方かもしれないです。で、さっき分けたマテリアルに従って、赤いところは赤い金属、黒いところは黒い金属っていう、まあ使うマテリアルの数も少ないんで、この作業も比較的楽ですね。で、出力なんですけども、こういろんな形で出力することができるんですけども、このアンリアルエンジンの4っていうやつで今回は出力してます。で、なぜそうなのかっていうのは僕もよくわからなくって、いろいろと YouTube なんかで検索してるとどうもこれでいいみたいです。ブレンダーっていう選択肢があればいいんですけど、それがないんで、まあアンリアルエンジンの4だと、まあブレンダーでも扱いやすいっていうことなんだと思います。で、これ出力する場所を決めるっていう感じですね。テクスチャー用のフォルダーを作ってます。で、これがテクスチャーです。まあ、見たところなんかすごく独特しくって、とてもリアルになる感じはしないんですけど、これで正しいです。で、ここから、ブレンダーに戻りまして、これを濃度の中に組み込んでいきます。濃度は僕もよくわからないんで、本当にこれも、調べた通りにわけもわからず接続している感じですが、まあ参考までに、画像テクスチャーの濃度を追加します。全部で3つ。で、1つ目がベースカラーって言われるやつで、このベースカラーってやつを指定します。で、2つ目がノーマルってやつを指定します。で、3つ目がラフネス、これですね、オクルージョン、ラフネス、メタリック。で、下の2つに関しては非カラーデータっていうふうに
変更します。上はカラーデータなんです。そのままでいいです。で、このカラーのところから伸ばしてベースカラーにつなぎます。で、2つ目のノートをつなぐ前に、このノーマルマップっていうやつにつないで、ノーマルとノーマルをつなぎます。で、3つ目、これ3つ、のデータが1つにまとまってるんで、この RGB 分離っていうノートにまずつなぎます。これで RGB3 つに分かれるっていうことになります。で、 G は粗さにつないで、 B を、メタリックにつないであります。そうするとこういう感じで一番目立つボディの銀色が出来上がりました。で、あとはこれの繰り返しです。赤いところ、それとあと黒いところですね。そしてサングラス。で、目は、最終的にマスクとして使うので仮色のままで構わないです。ここら辺は多分新しい、一番新しいバージョンのブレンダーでもほぼ同じ感じだと思います。で、こっからは変形用のモデルを作っていきます。本当はきちんとした飛行機からバチッと変形できたらいいんですけども、まあなかなかそこまでの技術がないので、飛行機は飛行機で、ロボットはロボットで、中間のやつっていう3つをカメラワークでごまかして接続して、なんとなく飛行機が変形したように見せるっていう方向でやってます。まあ実際にはこれぐらいボディと顔とか肩のパーツのサイズが違ってると、まあそんなにスムーズにつながったかって言われるとあれなんですが、一応機種がこう分かれて中から顔が出てくるっていう演出になってます。で、これ質感付けはさっきと一緒ですね。これはもう多分飛行機を作ろうとしてるところですね。もう頭も手もいらないんで、足と体で、その足の一部とか体の一部をこう引き伸ばして翼っていう表現になってます。まあ垂直尾翼とで、変形で開いた穴を埋めていってます。で、頭の方ですね、機種の方、まあ、最終的にイメージはこれは型になるところなんですが、一番最初の飛行機状態の時は、まあ、
なるべくあんまりその型の形にこだわらずに、なんとなくかっこよくなるように、まあ並べてみると、だから全然違う形っていうことですよね。あの飛行機状態、ロボット形態、その途中も。でこれも最低限、変形するためのボーンを入れてあります。こうノズルが動くっていう部分だけですね。他は特に動くところがないんで、ボーンの数も相当少ないです。でサブスタンスでもうさ、最初のやつとはだいぶパーツ分けが違うんで、また1からサブスタンスでやり直してます。でまあこれできちんと質感もつけることができましたっていう。この後アニメのモーション付けのイワネコロボメイキングパート2と、撮影から音入れまでを収録したイワネコロボメイキングパート3、こちらもぜひ合わせて見ていただけると嬉しいです。